鳥山と平石の英文購読。はい、こんにちは。はい、皆さんこんにちは。2週間ぶりですね。そうですね、うん、はい。ちょっとね、なんかもう1週間休みになるかということが懸念された瞬間もありましたけれども、ちょっと腰を痛めたとか痛めないとかそういうこともありましたが、はい、まあやっていきたいと思います。はい。はい。今週引き続きこれですよね。はい。残りの部分ですね。エマラデータアクエジションから最後までのところを読んでもらって、うんうんうん、で、なんか課題はまず6ページの、うん、6ページ。左の部分のビヘビアリザーツの最初の段落。うんうんうん、あ、今色がついているあたりですかね。ですかね。はい。ここら辺ですね。この色がついている部分の結果がどの図のどの部分を見ればわかるか。うんうんうん、で同様の課題がもう一つあって、うん、それがそのもうちょっと下の方ですかね。うん、のあ色がついているところですね。うん、はい、そのアコーディングっていうその結果がどの図のどの部分を見ればわかるかっていう、うん、ことですね。はい、でまあ皆さんいろいろ回答は書いてくれたんですけれども、誰かの回答が P さんかな。そう、ラジオネームを皆さんね書いてきてくださってありがとうございます、ね。書いていただいたんですよね。はい。まあ結構なんか丁寧に書いてくれてる人からなんかざっくりしか書いてない人までいてですね。そうですね。まあ、うんうん、まあみんなちゃんと読めてるんだろうとは思うんですけども、読めてるってことが伝わるように、書いた方が多分みんなの勉強にもなるかなっていうことで、うんうん、まあ P さんの、うん、この説明はとても分かりやすいですよね。うんうん、フィギュア2のパネル A で、ノートグループのスケジュールを記録する分数の平均とタブレット、フォングループ合同の平均を比べると有意な差が現れており、ノートグループの方が短いということ。うん、ちょっと論文に戻ってみましょうか。ここですね。フィギュア A ですね。2の A。パネル A ですね。パネル A ですね。パネル A。こっちですね。で、ノートとですね、ノートがこれですね、うん、でタブレットとフォンを合わせたのがこれで、うんうん、ここにそのノートとそれ以外2つを合わせたの間に差がありますよっていう、うん、有意ですよっていうアスタリスクがついてるわけですね、うん、ここのところを見ればいいよねっていう、うん、これのことを文章で書いたということですね、うんうん、はい、非常に分かりやすく説明してくださって、はい、うん、みんなまあここだろうと気づいたと思うんですけど、まあ、こういうふうに書いてくれると、うん、そうですね、ちょっとフィギュア2の A とかってだけだと、まあ、そりゃそうなんだけど、うん、本当に分かってるのかなっていうのがちょっと、うんうん、で僕らは別になんかこう評価するために言ってるわけではなくって、分かってないんだったらば、こういうことだよとか、勘違いしてるんだったらこういうことだよっていう、ちゃんと説明をして、なんだろう、でそういう勘違いをしてしまう理由は何なのかなっていうことをきちんと一緒に考えて正確に読めるようになっていきましょうっていうのが授業なわけなので、まあそうなんですよね。なんかもしね、うん、パネル A を見ればいいんだろうけど、そこの中のどこを見ればいいのか分かんないなって人がいるんだったら、うん、ちゃんと説明したいと思うんですけど、ちょっとそれが本当に分かっているのかどうなのかっていうのがね、うん、ね、だからこう評価のため、もちろんまあこのね、毎回の課題で最終的な成績の評価を僕らしますけれども、うん、あ、そうやるんですけどねでも評価が第一目的ではなくて、目的は正確にみんな受講生が読めるようになってことなんで、うん、みんなもこう読み取れたところまではこういうふうに読み取りましたって書いてもらうっていうのが大事かなって思いました。うんうん、課題の2の方はフィギュア2のパネル B で easier の部分を見ると、問題の正答率の平均がノートとタブレットにおいて有意な差があって、うん、ノートの方が正答率が高い。はい、うん、見てみましょう。フィギュア2の B の easier ですね。ここを見ましょう。と、
ノートとタブレットですね。ノートとタブレットの比較。うん、ここが優位になってますね。これですね。この優位。これのことを言ってるという話ですね。うん。これね、これあれですよね。でも、残念ながら誰も、指摘してくれた人がいなかったという、うん、ことがありまして、うん、多分でもみんな気づいたんじゃないかと思うんですけども、うん、最初のところ書いてる人はね、なんか、うん、いなかったけどね、うん、なんかおかしいって思いませんでしたかね、皆さんね、どうでしょうね。最初のところではノートとタブレットとフォンを足したやつを比較してるんですよね、うん、ノート VS デジタルデバイスでやってるんですよ、うん、ところが2つ目の方になるとノート VS、タブレットの話になっちゃうんですね、うん、でスマホどこに行ったっていう、うん、でノートはタブレットよりよくできてるぞすげえやったーみたいなこと言ってるんですけども、うん、スマホとの差は特に出てないわけですね、ないしね。でもさっきみたいに、うん、タブレットとスマホを足したやつと比べると差が出なくなっちゃいますよね、うん、差が出なくなっちゃうんですよね、うん、でだけどそこを持ってきてノートすげえぜみたいな雰囲気のことを言ってる、うん、いや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 、そんな比較ノートの比較対象をその時々でなんか自分に都合の良いように選んでいませんか、うん、という、なんかこう、さらに言えばね、こうなんか一番結果が出るもの同士を比較してるっていう、うん、なんかものすごい都合のいい感じに、そう、都合のいい結果だけを見せていませんかっていう、うん、そういうふうに、思えてしまうというか、まあ素直、こう研究者として素直な読み方ですね、論文の読み方として素直な読み方はそういう読み方になります、うん、素人さんとしての素直な読み方は、うん、変わった組み合わせでないよ、うん、うん、そう、変わった組み合わせをね、なんていうの、あ、これ都合のいいんだけ拾ってるよね、うん、まず間違いなく、うん、って思って、で実際にでもデータを見てみたらそんなことがなかったったら、むしろ驚き、あ、そうなんだ、うんうん、ちゃんと他でも差が出てるんだ、うん、どうしてそっち言わなかったのかなっていう、うん、いう話ですね、うん、で多分引っかかった人多いと思うんですよね、どうして最初はタブレットとフォンで2つ目はフォンタブレットだけなのか、うんうん、でもそこ疑問に思っちゃいけないところなのかなとか、そういうもんなのかなって感じたかもしれないんですけども、そこは疑問に、うん、大いに疑問に思ってよかったところですよ、うん、まあ論文読むのとかね、慣れてないと、うん、まあ、こことここ比べましたって言ってるからにはそういうもんなのかな、うん、みたいに思ってしまうかもしれないですからね、うん、まあそれはだからこれから、ね、でも冷静に考えるとおかしい、うん、そうそう、うん、だから今回気づいてなかったことっていうのは、別にいいんですけども、これからそういうことがちゃんと気づけるようになっていくと、騙されない、騙されないっていうのがこの授業の狙いですから、騙されない読み方ができるようになるかなというふうに思います。すね、うん、あ、そうか。で、次は、じゃあ課題の、3つ目の課題っていうのが、ですね。最後でしたっけね。これかな。はい。9ページの、あ、そうですね。その今、色がついてるとこですね。アリサ・サジェスタットっていう。その箇所について、これが、今回の研究結果のどの部分を根拠に言えることか、でもし、もしくはこれが言えないんだったら、その根拠は何かっていうことで。うん。Our results suggest、これ、まあ、長い文章なんですけども、うまくまとめてくれた方が、誰さんだったっけ、ダンボさん。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 ダンボさん、どこだろう、あった。ダンボさん、ここですね。ダンボさん。うん、ダンボさんですね。まとめてくれてるんですけども、うん、すごいよくまとめていただいていて、うん、The use of a paper notebook affects these higher order brain functions、うん、まあ紙のノートを使うことが、
ハイヤーオーダーって、まあ、工事の機能とかいうふうに言いますけども、まあ、工事っていうのは、まあ、ちょっと複雑なことっていうことですね。うんうん、まあ、そういう工事の機能に影響を与えているってことは、まあ、今回のデータから、うん、ここは言える、ここについては言えるんではないかと。うん、で次が、And this could have important implications for education, particularly in terms of the pros and cons of e-learning.The expanded use of mobile devices or computers could undercut the use of traditional textbooks and paper notebooks って書いてありますけども、ここは研究結果に根拠があるわけではないが、一般的にまあ言えるでしょうっていうところ、うん。まあね、一般常識としての推論からまあ言えることかなと思います。まあ、うん、その紙のノートを使うことで工事の機能に影響があるんだったらば、e-learningとか、にの、良い点、悪い点、プロズ&コンズっていうのは、まあ、長所と短所も、なんかの、うん、含意があるかもしれないよね、っていうことは、まあ、言えるよね。あるだろうな。まあ、常識として言えるでしょうね。うん。で、しかし、研究結果から言えないこと。ペーパーノートブックス、which may in fact provide richer information from the perspective of memory encoding、うん。記憶処理や、言語処理を行う脳療養の活動が活発になるからといって、豊富で深い記憶情報が得られるかは、この実験からは分からない。うん、すごいですね、この方ね。ダンボさん。ダンボさん、専門家ですか、この人。なんか、実は、あれかな、心理学専攻とかだったりするのかな。いや、すごい、なんか、うん、なんか、ね、すごいね、ただの学生。プロのコメントですね。ただの、うん、ただの学部生、ただの学部生って、まあでも学部生はまだこう初心者というかね、うん、ノービスですから、研究の分、うん、世界においては。とはちょっと思えないですね。うん、深い洞察のある指摘が書いて、うん、全くその通りなんですね。うん、だから、そこのところの脳がピカピカ光ってたからといって、豊富で深い記憶情報が得られたかどうかなんてことは、今回のデータ何も示してないじゃないですか。うん、っていう。だって記憶の成績は紙とね、あれで違う差がなかったわけですから。そうなんですよね。だから、うん、記憶に関することって言えないんですよね、うん、結局。うん、で、まあ、ただ、これ、他の方の質問とかでもあったところですけども、まあ、この論文、まあ、論文っていうか、研究者がよく使う書き方で、ずるくもあり、正直でもあるんですけども、ここのところですね、paper notebooks, which may in fact provide って書いてあって、may って書いてあるんですね。うん、だから別に確信があるとは思ってないというか、確信があるかもしれないけど、まあね、まあ、絶対そうだよみたいに言ってるわけではないですね。うん、かもねっていうふうに言ってるだけだから、うん、別にそこまで本気で言ってるわけじゃないんだよみたいな、こう、ずるい言い方をしてる。うん、まあ、大体なんかこう最後の、ね、ディスカッションの部分だと、うん、まあ、ちょっとこういう話を広げた感じのことを言ったりしますからね。うんうん、そうですね。まあでもこれ、ここは言えないよっていうことですね。うん、まあ、だから、まあ、今回の、ね、うん、論文に限らず、うん、なんかこういうことが言えますみたいに書いてるからといって、うん、まあ、そうなんだってこうそのまま、うん、なんか受け止めるんじゃなくて、うん、本当に今回の研究結果から言えるのかなっていうのはちょっとこう疑う癖みたいなのをつけた方がいいかなっていう、うんうん、で、あと、まあ、ちょっとプレスリリースでどういうふうな書き方をしたかっていうのは今パッすぐ出てこないんですけども、論文とかであんまりむちゃくちゃなことを書くとさすがにですね、それはお叱りが来て、それはそこまで断定はできないだろうというふうに言われてたから、査読の段階でね、そうそう、うん、だから、この which may とかですね、そのちょっと一つ前のところの mobile devices or computers could undercut っていう、この could とかですね、こういうもっと弱い表現にしなさいっていう修正が入ることがあるんですね。うん、で、だけど、論文ではこういうふうに弱気にかもねって書いておきながら、プレスリリースではそのかもねを取り払って、そうであるみたいに書く人たちっていうのも、うん、なんかね、いるんですよね。紙のノートは深い記憶情報が得られますみたいな感じのね、断定しちゃうとかね、うん、そう、よくありますね。うん、まあ、今回のちょっとプレスリリースがそうだったかっていうのは覚えてないし、うん、違う、そこまでではなかったような気がするんですけども、うんうん、そういうこともあるので、
皆さんだからプレスリリースですごい研究者が断定的なことを言ってても論文の方を見るとそこまで言ってないっていうことがあると、うんうん、でどっちの方が妥当な判断かというと論文の方でのその、抑えた表現の方が多分科学的には妥当であるとか、ね、うんうん、っていうのは他の人も他の科学者も納得する表現っていうのはそっちだからっていうことですね、うんうん、で断定にこう踊らされない方がいいですよっていうことは、うん、あるかなと思いました。でもこれがね、なんかそれがなんか新聞記事とかになると、うん、さらになんか断定がすごい一人歩きみたいな。そう、もっとね、そう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 。うん、なんかもう紙のノートは素晴らしい記憶ができますみたいな、なんかさらに盛られるみたいなことがあったりしますから。うん、うん、気をつけていただきたいところですね。うん、このダンボさんすごく綺麗にまとめ、上手に、適切にまとめていただき、うん、ありがとうございました。素晴らしいですね。うんうん、まあ、じゃあ課題の、1、2、3まではそれぐらいでいいですかね。あとはじゃあ課題の4、ね、は質問に皆さんの質問、はい、答えていきますかね。うん、じゃあまず、はい、1人目、シロタンさんが、フィギュア2とか4のグラフよく使うんですかってことで、まあ、確かにね、皆さんがこれまでその高校の教科書とかで見てきたグラフとかではあんまりこういうのなかったのかなという気はしますけど、うん、最近はね、うん、よく使いますね。よく使いますね。皆さん多分今まで棒グラフとか折れ線グラフとか見てきたと思うんですけど、こういうのはドットプロット、うん、ドットプロットっていうんですけど、うん、一人一人の、回答者のですね、この点の一つ一つが一人一人の、うん、あ、一人一人のね、結果、うん、表してるんですけども、こういう種類のやつは、より詳しいデータをきちんと記述していきましょうっていうことでですね、使うことが増えてきているというふうになっています、うん、で、では次、7ページ目、下から2行目の The Link Related Regions The Inner Language Process が記憶装置にかかっているとはどういう意味なのかよく理解できませんでした。7ページ。なんかその言語処理に関わる部分が今回活動してたので、だからなんかその言語のなんか部分が関わってるんだろうみたいな。うん、そういう考察をしてるわけなんですけど、じゃあそれが具体的にどういうプロセスかっていうとちょっとよくわからないんですよね、うん、そうそう、なんだかよくわからないってことで、で、まあこれは私もなんかここで悪口書いてますけども、悪口と批判、うん、なぜそうなるって、なんかすごい逆に言語処理が何も行われていなかったら驚きなのかって書いてますけども、まあ、うん、言語的な記憶を想起するときに言語処理の領域が活動してなかったらもうおかしいし、うん、とか、ここはね、だから、うん、何言ってんだかよくわかりませんよっていうのは、その感想が、うん、その通りですね、うん、その通りで何言ってんだかよくわかりませんよって、なんかどういう意味なのか、うん、私もよくわかりません、うん、ソフィーさんのおっしゃる通りっていう感じ、うん、まあ、さてね、その言語使った課題なので、まず言語処理に関わる部分、うん、活動するのは絶対活動するはずだから、うん、うん、ちょっとね、なんか無理やりな感じは、うん、なんかしますね、うん、次、サンライズさん、フィギュア2パネル B で正確性 25% に点線が引いてあったが何を意味しているんでしょうか、はい、うん、これはチャンスレベルの話ですかね。あ、一応説明のところにチャンスレベルとか書いてたんじゃないかなとは思うんですけれども、チャンスレベルっていうのが何かっていうと、これ確か4択問題だったと思うんですが、うんうん、4択問題でその適当に答えて正解できる割合っていうのが 25% ですよね、うん、そうですね、4つのうちどれか選んで、なんか全然適当に選んでも4つしかないから、まあ、25% の確率で人は正解できるわけです。うん。っていうのが、まあ、これは2択だったらね、50% になりますよね。50%ですね。うん。だから、平均点とかこの
チャンスレベルよりも上に来てるよってことは、みんな適当よりはよくできてましたよっていうことですね。うん、それが明らかに分かってますよっていう。うん、みんなここら辺にね、集まっちゃってるっていうとね、データがね、みんな超適当にやったんでしょ。難しすぎるとさ、そういうことになったりするわけですよね、課題。うん、全然できない課題だったらね、適当に選ぶしかないので、うん、そしたらなんか正答率がチャンスレベルになるわけですけど、うん、今回はみんな明らかにチャンスレベル上だから、まあ、ちゃんとやってちゃんと正解できたって感じですね。と、うん、いうことですね、うん。ということを示すために、まあ、チャンスレベルのところに線が目安として引いてあるという、うん、そういうものですね。まあ、毎回グラフに線が引いてるかどうか分かんないんですけど、うん、このチャンスレベルっていう単語自体は論文でよく出てくるものなので、うん、そうですね、特にその3択問題とか4択問題とかは課題で多いものなので、うん、なのでまあどういうものかっていうのは理解しておいてもらえるといいかなとは思います、うん、そうですね、確かに。次は白イルカさん、8ページの左側の21行目、This enhanced activations for the node group could not be explained by the general cognitive laws of task difficulty because overall task performances were similar among the groups. で、確かにね、ここはツッコミどころなんですよね、実際に。うん、ノートグループのこれらの活性化の高まりは一般的な認識タスクで説明することは難しい。認識タスクというか認識負荷ですね。一般的な認知負荷で説明する。認知負荷ですね。うん、認知負荷で、認知負荷ってのは頭使って大変ってことです。つまり、なぜならすべてのタスクパフォーマンスはグループ間で似ていたからであると訳しました。ノートグループの脳の特定の部位の活性化を説明することは難しいというように解釈できるとすると、そもそも実験法は正しくなかったと言っているように感じてしまいましたが、この解釈で合ってるでしょうか。なんかね、ちょっとこの解釈っていうのがどういう解釈をされたのか、うん、ちょっとピンとこないんですけれども、うん、ただなんか、うん、ここに引っかかって実験方法おかしくないっていうの自体は、うんうん、方向性は合ってますね、うん。うん。ここなんか変なところですよね。うん、で、ここで何を言ってるのかっていうと、この These Enhanced Activation っていうのは、ノートを使った時だけに脳のある部位が活動がしたんですよね。ピカピカ光ってたよっていう話です。うん、で、それは、今回の課題が、General Cognitive Laws っていうのは、頭使って大変だったからっていう話ではないはずだって主張してるんですね。うん、どうしてか、頭使って大変だったっていうことで光ったんだって話だと、ノートを使った方が頭を使って難しい問題だから、ノートを使う方が難しかったから、だから、頭に負荷がかかって脳がピカピカ働いたんだっていう話になると、著者たちとしては嬉しくないし、まあそうではないし、うん、なんでかっていうと、難易度は、どれでも同じだ、まあ、みんな同じような課題、どの課題かっても、うんノートでもタブレットでも正答率同じぐらいだったんだから難易度は同じだったでしょ、うん、だから紙の時の方が、一般的に脳をたくさん使ったっていうわけではないんだよと、うん、いうふうに言ってると、うん、でだから紙の時にだけなんか特別な処理をしていたってことを示してるんだよって言ってるんですけど、うん、なんかものすごい奇弁ですよねこれ、うん、奇弁そうまさに奇弁でこう、なんかすごい、なんか、この論文をボロクソに言ってて、なんか、だんだん申し訳なくなってくるかというと、あんまりそういうこともないんですけれども、この論文の著者たちのね、気分をこう考えてみると、これは、この紙の手帳を売っている能率との共同研究なわけですよね。うん、前回に皆さんにも指摘していただいたように。でそしたら紙の手帳の方がいいって聞かれて、紙は素晴らしい、紙を称えよっていう、そういう風な聞かれてほしくって、で、そのいろんなお話を聞いて、その記録を取るときに、紙に手書きでやったときの方がよく覚えてるっていう結果が出てほしかったんですよ、もう間違いなくね。
それ出たら最強だったんだけども、やってみたら出なかったわけですよね。あの紙でもスマホでもタブレットでも特に差はないと。でもまあ困るんですよね、それじゃあ。そうそう、なんか差が出ないとね、しかも紙は素晴らしいみたいな方向に差が出ないと。うんうん、そうそう。で、それでいろいろと脳の分析をですね、せっかく取った MRI のデータを使ってやってみると、こういうところでやると、紙の時だけピカピカ光ってると。うん、で、それが、だけどその結果がですね、いや、それってつまり脳がたくさん活動してるってことは、脳使って紙の場合の方が頭使って大変だったってことじゃねって言われると、うん、全然嬉しくないわけですよ。それで成績同じだったら、紙使った方が良くないって話になっちゃうじゃないですか。うん、だから、そうではないのであると。いうことを、うん、まあ、詭弁でですね、なんとか、うん、なんかやってるっていう、そういうところだと思います、うん。なんか、紙の時は素晴らしいことをしてるから脳が光ってるんですみたいな、こう言わないといけないみたいなね。そうそう、うん、で、それがさっきのみんなに前回考えても、その、より深い処理を行ってるかもしれないみたいなね、ことを紙の時の方が。なんだって。で、それが何かって何も調べてないけど、うん、なんかそういうことがあるかもしれない。だって脳がここだけ光ってるでしょ、うん、みたいなことを言って、まあ、煙に巻いているところですよ。うん、はっきり言うと。ちょっと、正直、この、まあ、著者の、第一著者の人は多分院生さんとかなんで、仕方がないと思うんですけど、このラストオーサーについてはですね、うん、正直ちょっと結構、まあ、なんかこんなこと言うと、なんかどっかで漏れるとですね、反撃に遭ってると怖いですけど、でもちょっとこの論文はひどいですね。がっかりしました。うん、有名な研究者なので、ちゃんとしてる人だと思っていたんで、こんな論文書くのかっていう驚きですね。まあ、すいません、ちょっとはい。まあでも、ここに引っかかったっていうのは、とてもいい感覚だと思います。うん、いいですね。素直に飛ばさなかったのはとても良かったと思います。はい。うん、はい、じゃあ次は、PT さんですね。フィギュア4の F。フィギュア4の F で、はいはい。ですね。線を、はい。近似のやつですよね。引いてるんですけど。はいはいはい。これか。うん。これですね。これなんか点がね、まばらに位置してるように見えるんだけど、この線を引いていいのかっていう。うん。非常に良い質問ですね。まあ、自分にはまだらにしか見えないけれどもっていうことですね。うん、なんかこれ、こんな線引けるのかって、なんかその通りですよね。うん。うん、まあ、ただその線自体は、多分、回帰分析やって引っ張ってるんだろうとは思うんですけども、うん、やって引っ張ってるので多分、はい、そうだと思います。引けるんでしょうけども、でもこの線の印象にあんまり、うん、惑わされすぎない方がいいですよっていうことは間違いなくありますね。うんうん、結構ね、こういう、ま、回帰分析とかで線引いてるやつとかはありますけれども、うん、うん、うん、ね、こう、まあ、点がバラバラになってるもん。引けちゃうのは引けちゃうので、うん、なんかまあ、なんか右肩上がりの線なんだと思って、こう、納得して終わらずに、うん、でもなんか分布見たら、なんかそこまで綺麗に右肩上がりの分布じゃないんじゃないか、みたいなところに気づけるのって大事だなと思います。うん、そうですね。いや、実際だって、こう、これはどういうことかって言ったら、例えば、リアクションタイムですかね。とかについて、だから右肩上がりって言うけども、この7ぐらいのところのあたりでもですね、こんな低い人もいれば、こんな高い人もいるわけですよね。うん、で結構な差がここにあるわけですよね。うん、まあ、低いところでは低い人しかいないっていう、これはありますけどね。ここら辺なんかもういろんな高い人から低い人までいろんな人がいるよっていう、うん、結構ばらけているので、その、うん、線を引くことも大事なんですよ。全体として見ると、でもやっぱり右肩上がりなんだねっていうことと、うんうん、でも個別のデータを見ると、いや、でもそんながっつりそういうわけでもないよねっていう。うん、なんかみんながみんなね、右肩上がりってわけでもないじゃんみたいな。その、両方をね、きちんと目配せしていくっていうことが大事です。だから線を引いてるのが、うん、間違いだとは言いませんが、それを全部丸ごと信じるのは、よろしくないということで、そこを指摘してるのはとてもいいことだなと思いました。うんうん、はい、思います。はい。
次、しのぶさん。プレスリリースにも、はい、日常生活において紙の製品と電子機器を目的に応じて使い分けるということで、より効果的な利用につながると期待されますとあったが、電子機器の利用に適したシチュエーションというものがよく分からなかった。うん。うん、この研究からはよくわからないですね。この論文では電子、デジタルデバイス使った方が何か良くなるってことは特に主張されてないんで、こういう時にはそうした方がいいっていうのはわかんないですね。うんうん、ただ、まあ、常識的に考えるとね、私なんかはね、そうか、今画面があれ変わってないですね。PDF のままですね。そんなことも。あ、今 PDF が出てます。いや、こっちの iPad では切り替えてるのに、なんで変わってるの？多分ちょっとネットワークの調子が悪くて、今、しのぶさんの課題読むなんですけども、すいません。はい。まあ、そっか。うん。だから、この論文からは電子機器の利用に適したシチュエーションということはちょっとわかりにくいですけども、うん、まあ、常識的に考えると、私なんかは、なんか、逆に言うと紙の手帳とかみんなよく使うよなって思ってる人なので、うん、結構でも使ってる人多いんですよね、私の周りなんかでは。なんですかね、なんか紙だとね、なんか計算とかで本当その場でちょっと計算するときぐらいしかなんかメリットがよくわからない。うん。と思うんですけどね、ちょっと今一回切ってつなぎ直してますけど。うんあ、うん、なんか出てきました。はい。うん。まあでもおっしゃる通りですね。次、イラハさん、うん。課題3と重なってしまうんですが、モバイルデバイスやコンピューターの使用が紙の使用率、使用低下に影響しているという主張に対して疑問に思いましたよと。うん、コンピューター使うようになると紙の利用率が減るとは限らないじゃんっていう。うん、はい。うんこの最後のところの話ですよね。まあ、これはでもなんかこの著者がこの今回の研究結果から主張してるっていうよりかは、なんか一般常識としてそういうことあるよねっていう話で言ってるっていうことかなと思います。うんうん、ただまあ、そういう一般常識って本当なのってまあ疑うっていうのは別に、うん、はい、それはそれでいいかなと思います。うん、そうそう。ね、こう、例えば大学の授業でノートっていうか記録を取る時間っていうのは、どんな道具使おうとまあ一定でしょうというふうに考えると、うん、紙を使う、そこでスマホを使うようになれば、その分、紙を使う時間は減るよねっていう、トレードオフがあるよねっていうか、まあ、ゼロサムだよねっていうですね、そういう話で、で、それが常識でしょっていう話をしてるわけで、ただ、まあ、イラハさんは、必ずしもそれは常識とは限らないじゃないかと、きちんとそれはデータで検証した方がいいんじゃないのっていう主張をしているわけで、まあ、それも確かに、そこが気になるんだったら、それはきちんと調べた方がいいと思いますよっていうことですね。うん、ただ、まあ、いずれにしても、これは著者が今回の結果から主張しているわけではなくて、まあ、なんか一般的にこういうことあるよねという話として、まあ、持ち出しているということになります。そうですね、だからここはまあ主張っていうよりかは常識論として言ってるっていう感じですね、うんうん、モバイルデバイスやコンピューターの使用が紙の使用低下に影響しているという主張まではしてなくて、まあ、紙の使用低下に影響するよね、まあ、常識的に考えて、普通に考えて書いてる、うん、ということですね、うん、はい、主張っていうとなんかもっとこう根拠があってこうであるっていうふうに言ってるようなことになるんで、そうですね、なんか著者たちはこう、うん、こう主張しますみたいなね、うん、っていう形では書いてない、うん、学問の研究の世界での主張っていうのはそういう意味ですね、うんうん、政治とかだとまた違うのかもしれないですけどね、まあ、確かにこう別に根拠ないけど自分はこう主張しますっていうのはあるかもしれん、うんうん、っていう主張っていう言葉の使い方がイラハさんと我々でちょっと違うのかもしれませんが、我々の考える主張というほどの主張ではないですね、うんうんうん、ということです、次、天井効果、はい、この方ラジオネーム、はい、ラジオネームください、まあ一人だけならね、はい、ラジオネームなしの人っていうのでもいいんですけど、ね、うんうん、そうですね、はい、でこの天井効果、シーリングエフェクトって英語だと言うんですけど、うん、日本語名と英語名どっちが先ですかってことですが、
多分ね、統計学は英語圏から来たものですから、うん、まあ多分英語のシーリングエフェクトが先かなと思います。ね、おそらくそうだと思いますね。うん、確率とかっていうのはもともとは東インド株式会社から始まった話なので、うん、こう、なんでしょう。香辛料貿易とかにこう船をですね、送るわけですけども、その船が無事に到着するかどうかっていうことの確率計算をしたっていうところから始まってるんで、ヨーロッパがから持ってこられたものなので、まあ多分シーリングエフェクトっていうのもそっちが先なんじゃないかなって思います。うん、ちゃんと調べたわけではありませんが。うん、はい、次、黒さん。まあ直訳ですよね。僕もそういえばびっくりしました。マジ直訳やん、うん。確かに言われてみれば。黒さん。黒さんのフィギュア2の B ですね。うん、で、このすべての問題の正答率で、ノートグループよりもスマホグループの方がちょっとですね、優位になっていると、うん。で、一方で、簡単な課題だと、ノートグループの方がスマホグループよりも良い結果を出していると。でそこから考えると、じゃ難しい問題だと、ノートグループの正答率がスマホグループよりもかなり低いということになるんじゃないかっていうことで。うん、これね。で、グラフを見てみると、ちょっと、ね。フィギュア2の B ですね。うん、はい。ちょっといろいろ書いてありますけど、ね、で、この全体だと、ちょっとスマホの方がいいんですよね。そうそう。なんかちょっと iPad が固まってるんですけども。ああ。画面は出てますね。あ、出てます、出てます。全体だと、ここですよね、この比較ね。うん、これで見ると、スマホが若干良さそうであると。うん、で、Easier のタスクだと、スマホの方がノートよりも劣っている。うん、低いと。うん、で、このオールっていうのは、オールイコール、イージアプラス、ディフィカルトのはずなわけ、うん、はずなので、全体で見たときにあんまり差がないくて、イージアではノートの方が出来がいいってことは、うん、ディフィカルトではスマホの方が出来がいいってことにしないと、全体を足したときにプラマイゼロになりませんよねってことですね。うん、ですから、ディフィカルトでは、では、こうならないといけない。ノートとスマホで、スマホの方がむしろよくできてるっていうふうなことに実はなってたりするんじゃないですかっていう指摘ですね。これは全くその通りですよね。うん、平均値だけで言ったらそうですね。そういうことになるんじゃないかなと。うん、なると思いますね。だから、うん、結構これは、ひょっとしてそうなんじゃねっていうですね。優位な差があるかどうかまではね、ちょっと分散をちゃんと見ないと分かんないんですけど。うん。でも、優位ではなくても、難しい問題だと、スマホの方の方がむしろ成績が良かったのかもしれないというですね、うん、ことになると、まあ、大変都合の悪い結果ですよね。うん。著者にとっては、うん、で、ディフィカルトについては一切言及してないっていうのはですね、またいろいろとこうなんかですね、うん、辛い気持ちになるわけですよね、うん、大丈夫かこれっていう、いや、うん、まあ実際データ見てみたらね、そんな差はないですってことになる可能性があるんで、うん、実際になんか優位差ないから報告しませんでしたってだけかもしれないんですけど、その可能性も五分五分であるとは思いますけれども、うん、なんかちょっとこう疑念を持ってしまうところではありますね。もしかしたらね、はい、なんか優位差出てたのに隠してるのかもしれない。うん、まあ、最悪そういう可能性がちょっと懸念されたりと、うん、します。まあ、黒さん、うん、でもこのディフィカルトのこと全然言及してないことを私は全然、しっかり見落としていて、うん、今回黒さんのこれ見て、確かにディフィカルトのこと何にも言ってないじゃんって気がついてですね。うん、なんかその、メソッドのところでね、ちょっとイージアとなんかそれ以外分けましたよみたいなことをさらっと書いてて、うん、それ以降何も触れてないんですよね、うん、一切、うん、そうそう、
今回指摘していただいてよかったです。とてもいい指摘だったと思います。うん、次は、ダンボさん。次が、9ページのディスカッションの最後の段落の1文目のとこですね。うん、そこが特にそのざっと説の中ですよね。ブレインアクティベーション、リエイティッド、メモリー、ビジュアル、マジュアル、ランゲージ、ジュアル、ガンってこう主語が長いなと。うん、でここまでの英語だとその主語長いのあんまりダメだってことだったんだけど、それは大丈夫なのかってことなんですけど、うん、まあ、この部分に関して言えば、うん、このざっと説の中をもしこうなんか it suggest みたいな感じで書き換えたら、うん、なんか主張が弱くなってしまうので、うん、これはこの書き方が正しいですね。うん、まあ多分おそらくこの論文なんかだと、こう今これたくさんこの雑踏説の中でいろんなこと、メモリー、ビジュアル、イマージナリーとかいろんな言葉が羅列されていくんですけども、うん、まあ、何が羅列されるのかってことは同業者なんで大体想像がつくんですよね、うん、だからずらずらずらって並べられてもビビらない、うんうんうん、あとまあこれまでの話の文脈からも多分分かるというか、ここら辺が羅列されるよねっていうのが分かるので、うん、主語のところにこう羅列でザーッとたくさん情報が詰め込まれてもこう読み手がパニックにはならないから、うん、まあ、だったらこっちの方が正確に分かりやすく書けるからいいじゃないっていう、うん、そういう書き方かなって思いました、うんうん、確かにその美しい英語文章みたいなことで考えるとあんまり美しくはないかもしれないんですけど、うん、多分、うん、科学論文としてはこういう感じで主語を明確にしないと、うん、なんか主張が弱く伝わるので、うん、こういう書き方になりますね、うん、まあすごい微分化とかだとね、正確にかつもっと分かりやすく書くのかもしれないですけども、うん、まあこの著者も多分ネイティブではないですし、私もネイティブのイングリッシュユーザーではないので、うん、まあどうしても正確性の方を取るっていうことは、ね、うん、正確性重視になりますね、うん、であ、そうか、ちょうど次、あ、そうです、次が、カルタさんですけども、上のところにもちょうど今ですね、このビジュアルイマジナリー、うんうんうん、これがまあどういうことかってことですけど、うん、まあなんか私たちが目で見たものをこう、うんうん、頭の中というか意識の中で視覚的イメージとして、うんうん、来るわけですけど、うん、それですかね。そう、それですね。こう今見てるこの映像、見てる映像とかね、うん、まあそれって存在するのかとか言い出すとドツボにはまるんですけども、この、うん、その見てる見えてる感じのするものですよ。今皆さんが例えば、うん、YouTube の画面を見てたら、その YouTube の画面に映ってるこの、いろんな文字だとかですね、これ、うん、それがビジュアル。イマジェリーです、うん、まあ、私たちの頭の中にその表象を作ってそれを見ているわけですね、もの、うん、を見るっていう行為は、うんうん、いやでもその頭の中に表象を作ってそれを見てるっていう表現はね、それはちょっと微妙ですよ。そんなものを作ってるなっていうとそれはホムンクルスにとらわれてるんだっていうことになるんで、まあ、うん、はい、いえ微妙なんです。皆さん何のこっちゃって思うかもしれないですけど、まあすごいだから何残っちゃ分かんないって、ひょっとしたらだからカルタさんがですね、哲学的ゾンビだったりすると何のことか分かんないっていうのは、あなたゾンビだから分かんないよねって話になります。で今の話が何だか分かんなかったら、まあ、哲学的ゾンビっていうのをちょっと検索してもらうといいかなと思います、うん、あとはまあ、はい、なんか視覚心理学とかの視覚のセクションを読んでもらうと、ああそうですね、そういうのもいいかもしれない、うん、はい、もちもちさん、On the other hand, the note and tablet groups showed a clear difference in brain activation, even if the physical layouts and input methods were controlled. 条件を変えて実験したのに、それについて詳しい説明はしなくてもいいのかっていうことですけど、これはちょっと、何か誤解されてるんじゃないかな、うん、っていう感じですね。このノートとタブレットのフィジカルレイアウトってだから物理的なこの、大きさとかですよね、各面積、うん、であとインプットメソッドっていうのはノートはもうどっちもペンを使って書き込んでるっていうことで、
だから入力方法は、うん、ノートもタブレットも一緒、うんうんうん、ってことを、まあ、ここでは言ってるんですよね。だからノートとタブレットを比較したというときには、うん、レイアウトも入力方法もどっちも同じなんだけど、それでも差が見られましたよっていうことを言ってるので、うんうん、ちょっと条件を変えて実験したっていうか、まあ、そういうものですよっていう。そう。で、違うところは何かっていうと、それがデジタルなものなのか、うん、紙なのかっていう、物理的な紙に書き込むのか、うん、デジタルな画面に書き込むのかっていう違いを変えて実験した。うん、で、そのことは、メソッドのところには書いてあります。そうで書いてます。うん、はい。書いて、ちゃんと書いてあります。ので、うん、何か勘違いしてるのか、ちょっとそこを読み飛ばしちゃったか、ということで、うん、読み飛ばしてしまったんだったらば、今後は読み飛ばさないように気をつけてくださいっていうことになります。そうですね。はい。大々さん。はい。役が分かりにくい。誰の役でしょうっていう感じですよね。はい。どういうふうに訳せばいいのかが分からなかったってことかな。そうか、そういうことか。誰かの役を読んで分かんなかったではなくて。あ、まあそうだと思いますね。あただ、まあどう訳したらいいのか分からないって言われても、うん、それももうちょっと、もうちょっと突っ込んでほしいですけど、うん。そうですね。どこが主語か分からないとかっていうことを、書いて。とか、なんか、この単語は自分はこういう意味だと理解してるけど、それだと意味が通らないと思うとか、うん、なんか文法も意味も全部わかるけど、このなんかロジックがわからないみたいな話なのか、うん、そうですね。もう少し質問をスペシファイして、具体的に書いてほしいなというところで、うん、ちょっとよろしくお願いします。はい、すいませんが、ちょっと今これだけど答えられないですね、我々、うん、ちょっと何を答えていいのかは分からないです。はい。いちごミルクさん、 MRI に関しての部分は理解できない部分が多かったが、それ以外に関しては特にないです。まあこういう場合にはだから MRI の部分でなんか一つさ、ここのところがよくわかんないから、とりあえずそれ聞いてみようとかで聞いてほしいなっていうことですね。何か一つ必ず質問してくださいっていうのはそういうことです。うん、これもだから、まあ、大々さんとある意味似ていて、MRI のところは全部よくわかりませんって言われてるのと同じで、で、そしたらなんかもうちょっと具体的になんか質問してもらうと、うん、ここまではわかったとかね、ここからがわかんなかったとか、してもらえるといいなっていうふうに思いました。はい。まあこうしてね、他の皆さんの質問も全部紹介してるので、うん、まあ、そういうものも参考にしてもらえたらと思います。うん、はい。次、柏さん。はい。まあデータ分析の仕方がですね、ちょっとわからないということで、うん、で、なんかその基本的な知識を身につけられるものなんかありますかっていうことなんですが。うん。まずはあれですよね、平石先生の授業。あ、そうですね。まあ、その結局だから統計の勉強っていうので、まあ授業簡単に読んでわかる本っていうとね、なかなか難しいと思うんですよね。うん、であえて言うと、まあ、まずはね、授業をちゃんと取ってもらうのが一番、うん、いいのかなっていうことで、まあ本としてはこの美中、信弘先生の本とかは比較的さらっと読んで大まかなイメージはつかめるかなと思うんですけども、うん、細かいことはちょっとよくわからなくて、うん、細かいことまでやろうって、細かい分析はわかんないと思いますこれ、うんうん、とやっぱり授業を取るとか、一つあっても放送大学で心理学統計法っていうのがあるんで、うん、まあ、これを覗いてみる。でもなんか BS じゃないと見られないっていう話ですかね、うん、だと思うんですよね、多分、はい、うん、まあ、教科書は買うことができるんで、まあ、そういうのもありますし、うん、あとは、ちょっと去年ので申し訳ないんですけど、去年私統計の授業、今年今私一応授業持ってないことになってるんで、今年はないんですけども、統計の去年統計の授業は全部オンラインでやったので、オンデマンドでやった資料が全部こうアップされていて、こんな感じで YouTube で全部解説がついて、資料も
全部 YouTube 上で、YouTube じゃない、これは Google ドライブ上で PDF のドライブが見られる、あの、ものが見られるっていうふうにですね、準備したものがあるので、まあ、この URL を、あの、後で鳥山先生にですね、はい、あの、共有してもらうんで、まあ、見れば、やる気があれば実習はできるんだけれども、あの、あれですよね、だってこれ半期分の授業を全部授業自分で勉強するかっていう話なので、そういう話なんで、やっぱり授業を取った方がね、うん、うん、あの、早いっていうか一人でやるのは大変なんでとは思います、うん、まあ、ただあの勉強する素材はあるので、それは情報は後で共有しますね、はい、っていうことで、あとはまあ、あの、少しずつ授業の中でもですね、これぐらいこういうふうな見方をすればっていうことの解説は各論文を読むときに、あの、少しずつフォローはしていきたいかなというふうには思いますけども、うん、ちゃんとするためにはやっぱり、そうですね、やっぱ授業でちゃんと学んでもらうのがいいんじゃないかなと思います。はい。では、さつまいもさんですね。はい、この5ページ右側の一番下の段落のポソックっていうのが英語でも表現できるんだけど、なんでわざわざラテン語が使われてるのかっていうことで、まあ、結構その論文の中だと、あの、ラテン語が使われてるものっていうのはあるんですよね、うん、ポストホックどこだろう、5ページの ここにもありますね。まあ、いくつかあると思うんですけど、ここにもポストフックっていうのが、うん。なんかちょっとすいません、今、画面が固まって。あ、これはあの、さっきのポストフックピリオドのやつですね。あ、そうですね。ここ、こういうところとかにもいくつか出てきてますけども。うん。ここ、これは違うか。あ、ここですね。すいません、なんか違う違う、あ、ここですかね、ここにもポストフォークビデオですね、うん、多分ポストフォークが一番出てくるのはパソカナリシスっていう、これはもうなんかそれで一つの単語になっていて、うん、あれ日本語だと解分析、解分析とか、うん、解検定とか、うんうん、まあ言いますね、うん、うん、そうですね、そういう使い方をするのがありますけれども、うん、まあ、なんでわざわざラテン語で言うのかということですけども、うん、まあ、なんか、あの、まあ、慣用句ですよね、一種のね、あの、うん、うん、それ以上の理由はあまりないと思います。だから日本語でこう話をするときにも、なんか、こう、なんか英語の概念とかをそのまま、英語でカタカナ語にして言うことはあるじゃないですか、会話をするときに、うん、で日本語にすりゃいいのによみたいなことで、なんかそれはアグリーですよね言うじゃないですか、あれと同じですね、ある意味ね、あの、うん、そんなもんだと思ってもらえればいいかと思います、うん、でもまあ読んでると結構ラテン語のものがそのまま使われてるっていうのはちょこちょこ出てくると思うので、うん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 、まあ、なんか慣れてもらうといいかなと思います。そう、慣れた方。うん。もともと、あの、ヨーロッパの学問っていうのはラテン語でやってたので、うん、あの、そういうところの伝統があるんで、こう、ラテン語がちらほら紛れることがあるという、うん、そういう話だとは思います。うんうん、はい。次、ナマケモノさんなんですけど、コメント欄に書いてあったんですけど、特にあの個人情報に関わることでもないからっていうことで、ちょっとコピーさせてもらったんですが。うん、はい、データアベリビリティステートメントの without undue reservation っていうのは何かということですけども、うん、データアベリビリティっていうのは、あの、データを、まあ、開示してますよっていうあれ、ね、うん、他の人もデータを見られるようにしてますかっていうところで、うん、公開しろとか書いてますけども、the raw data supporting the conclusions of this article will be made available by the authors without undue reservation っていうことですけども、まあ、慣用、これも定型文ですかね、よく言うね。うん、なんかよく見かけますけどね、こういう論文では。うん。
まあ、ノリとしてはあれですかね、こう、with a reservation っていうと、いや、もう全部は見せられないけれども、まあ、聞かれたらデータ見せないでもないよ、みたいな感じですよね。で、まあ、with a reservation なんてまず書かないんですよね。それは隠してるって感じなんで、明らかに。で、without reservation っていうと、いや、もう聞かれたらもう全部見せますよ、っていう感じで、もう全然 OK。まあそこまで言うんだったら今はデータを公開することは簡単なので、もう最初から聞かれる前から。普通は公開しますよね。ネットに載せとこうよって話ですね。うん、Without Undue Reservation っていうのは聞かれたら、まあ大体見せるよ、まあ、基本的には公開しますみたいな、なんか、ね。基本的にはお見せしますよみたいな、その基本的な基本に何が入ってんだよみたいな感じで、こう、若干守りが入ってる感じですね。で、まあ、何が守りなのか、何を守ってるのかよくわかんないですけども、まあ、ただ、前回のコメントであったように、例えば、脳の個人のが特定できるような脳の構造情報とかっていうのは公開できない。まあ、それは確かにね、できないっていうのは。うん、だそういうリザベーションが入ることは、を言ってるのかもしれないし、もうちょっと違うのかもしれないし、そこは、これだけではよくわからないというところですね。この間読んだ他の論文なんかだと、やっぱりその脳機能の脳画像を撮ってるやつだったので、データは公開は一般公開はできないんだけれども、要求があった場合には、その所属している大学の研究倫理委員会の承諾を得た上で、可能な範囲を、提供しますよって書いてあるのがあったりして、まあ、それはすごく誠実な姿勢だなと思いました。まあね、どうしても個人情報だから全部出せないっていうのは、まあ、当然の部分。そういう意味で、リザベーションは入るけれども、まあ、アンデュー、まあ、アンデューって何でしょうね、だから、こう、なんか、なんだろう、なんか、めちゃくちゃ縛るわけじゃないですか。必要以上に、こう、リザーブすることはないけど、まあ、最低限のちょっとリザベーションはあるんで、許してねっていうことを言ってる感じだと思います。はい。で、次がですね、シナモンさんが、の英語の表現でデュレーションっていうのが、なんか持続というような意味だと理解してたから、書き写すのにかかった時間のことをデュレーションって訳すのに違和感っていうことなんですが、結構心理学の実験で、なんかそのかかった時間とかとしてはすごくよく使う言い方かなと思います。そうですね。多分心理学でよく使う表現なのでだけど、まあ、辞書には載ってないっていうことで、これはちょっとだからそういう意味では辞書を調べても分かりにくかったところで申し訳なかったところですね、ただまあ、ね、よく出てくるものなので、まあ、今後は慣れてもらったらいいかなと ま、また出てくるかもしれません、はい、はい、で次ですね、はい、ハッピーモンスターさんがビジュアルコーテックスっていうのが何を指しているのかっていうことですが、これはまああの脳の中の視覚に関わっている部分で、視覚野っていう。とか、視覚皮質とか、まあ、直訳すると視覚皮質ですね。視覚野とかいうこともあるんですけども、にかかる。視覚っていうのは、この場合だから目で見た情報ですね。目で捉えた光に関する情報っていうものを処理して、でそれをこうなんか色だとか明るさだとか、そこからさらに輪郭とか、輪郭をもとにして物の形とかを理解、把握したりするっていう、そういうことをいろいろ情報処理をしている脳の部分のことを、まあ、視覚皮質とか視覚やビジュアルコーテックスって呼ぶんですね。まあ、場所としては頭の後ろの方っていうふうに言われてますね。はい、後頭葉と言われるところにあると言われています。まあ、それのことを言っている。問題文中に含まれている expanded use の一文の中の could に関して、これは何々しかねないといった可能性を示す could として捉えていいんでしょうか。これは課題3の文章のところですよね。まあ、何々しかねないという和訳になることもあるかとは思うんですけど、要するに、そういう可能性があるっていうことを、まあ、かなり確信度が低い感じで述べるときに使うようなものがクッドっていうことになります。なんかメイとかマイトとかよりもさらに自信がない感じですね。まあ、そういうこともあり得るかもしれないみたいな感じですかね。
ということです。はい。なんか、あ、目が回るけど。いや、iPad がちょっと反応が鈍くて。おあ、はい。丸が書けたり書けなくて。はい。そうなんです。だから、ここの場合では、コンピューターとかがあるを使うことがによって、まあ、伝統的な教科書とかを使わなくなるかもねっていう感じですよね。うん、どういう、まあ、そんなに強い主張をしたくないときとかに、まあ、使ってるものですね。うん、そうですね、はい。特に根拠があるわけではなくて、とかですね、うん、根拠があるわけではなくて言ってる時という感じですかね。はい、はい、次がカブさん、7ページ目の、あ、この、あの、うん、6秒と4秒に分けてるやつですね、10秒。ああ、はいはいはい、はい、これがその何を見るために何を比べたのかが分からないっていうことで、これはその思い出しタイムっていうのが10秒間あるわけですね。でそのみんなの結果を見てみると、この10秒間あるんだけど、まあ、大体の人はみんな最初の6秒のうちに回答していると。で、そうすると、この6秒でみんな思い出しに関わる脳活動をしていて、で、10秒のうちの残りの4秒っていうのは、何か思い出そう、思い出そうっていう脳活動はしてないっていうふうに考えられます。で、なので、その10秒のうちのそれぞれのですね、脳部位を比較することで、思い出すっていう脳活動に、今、特異的な、あの、部分っていうのを、あの、差分を取ることで、まあ、あの、調べることができるっていう。まあ、こんな感じですかね。うん。最初の6秒間で思い出して、後ろの4秒間は多分書いたりしてるところなんでしょうねっていう。うん、だから、この2つで最初の6秒間によく活動しているところを見てやれば、うん、あ、思い出すときには脳のここが使われてるんだねって分かると。今の、あの、鳥山さん、結局その脳活動でどこがその活動してるかっていうのは、うん、あの、それに特異的な活動してるものから、うん、あの、そうじゃないものを引き算するっていうやり方でないと、うん、ここが活動してるっていうのは分かんないの で、 そ、 うなんです、ね、それで何かしらのその引き算の対象を見つけないといけないんですよね、うん、そう、比較対象が必要なんですよね、必要になるんです、うん、比較対象にこうが後ろの後半の 4秒っていうふうになってると、うん、そんなことだと思ってください、うん、これはちょっとファンクショナル MRI の仕組みとか分かんないとちょっとね、確かにそうですね。わかんないところですね。はい。まあ、ただまあね、この6秒と4秒っていう切り分け方はちょっと恣意的なんじゃないかなという気はしますけどね。うん。うん、なんか本当に6と4に分けなきゃいけなかったのっていう。うん、別に5と5でもいいんじゃないのっていう気はするんで、うんうん、多分5と5だと綺麗に出なかったんだろうなみたいな。という疑念を持ってしまうので、まあ、ガチでやろうと思うとデータくださいっていう話になるわけですよ、うん、まあ我々そこまでやらないし、あの、データもらっても MRI のデータとかを僕は分析する技術を持ってないので、うん、分析できない、あの、やりませんけども結構ちょっとすみません、時間が、あの、押してきましたね、結構今日。そうですね、はい、海馬に関する記述を読み取るのが難しかった、空間表象との関わりがどのようになるのか、データを見てもはっきりと理解することができなかった、うん、これその海馬が空間記憶と関係してるっていうのは別に今回のデータから言えるっていうことじゃなくて、これまでの研究から言われてるものですね。例えばなんかそのロンドンのタクシー運転手の人で、まあ、いろんな空間のことを覚えてるわけですけど、まあ、海馬が発達してるみたいな研究もありましたし、なんか大体なんか脳の研究だと、まあ、この部位ってっていうのは今までの研究からなんかこういう時に活動するって言われてて、今回そこが光ったので今回もその活動してると思いますみたいなものが多いですね、うんうん、で今回もだからそういう話の一環として、まあ、海馬と空間のことが出てきてるっていうことだと思います、うんうん、でまあそれ以上にこうどういうふうに関わりが具体的にっていうことは、元のそういう他の研究を知らないとなかなかイメージしにくいっていうのは、まあ、その通りかなというふうに思います、うん、でちょっと気になったのはあれですね、まあ、この方がどうかわからないんですけども、全体的にこう著者たちが自分たちのデータをもとに主張している部分と、
先行研究をもとに、こういうふうなことが分かっているというふうに紹介している部分と、強い根拠があるわけじゃないんだけど、常識的に考えてこういうふうに言えるんじゃないかなって書いてる部分っていうのを、の区別ができてない、区別して読んでない人が、まあ、いるのかなと。とか、区別が間違っちゃってる人がいるかなって気がしました。で、だから、誰の、それは誰が言ってることなのかっていうことをですね、気をつけて読んでほしいというふうには思いますね。著者が積極的に根拠をあって主張していることなのか、先行研究の主張を紹介しているだけなのか、で、あと本当、常識論を述べているだけなのか。常識論を述べているだけだったりすると、まあ、さっき言ったクッドとかメイとかですね、そういう結構弱気な表現が出てくるんですね。で、先行研究のからはっきりこういうことが言えてるっていうと、結構そこは断定的に書いてあることが多いですね。まあ、こういうこと分かってるからみたいに書いてある、で、自分たちのデータに基づいて書くときには、弱気なときにはやっぱりクッドとか、メイとか使うけども、そうじゃないと、サジェストとかね、サジェストよく使いますね。サジェストは結構、まあ、ちょっと自分的には自信あるんだけど、世間は認めてくれないかもねぐらいはサジェストで、でインディケートとかショーっていうですね、いう言葉を使うと、これはもう明らかにデータからこれははっきり言えるでしょうっていうふうに言ってるときに、these results indicate とかですね、the results are shown とかですね、show とかそういうことを使うっていう、いうことがあったりするんで、そこは気をつけて読んでみるといいかなっていう印象は持ちました。はい。結構時間が、はい、ちょっと長くなってしまって、はい、すみません。はい、ということで、そしたら、次回ですね。次回の課題の話に行きましょうか。次回の課題はですね、はい、これです。はい、これですね。時流に乗ってドラゴン桜。はい、ちょっとプレスリリースと違うんだけれどもっていうことですね。はい、まあ、とりあえずこれを読んでもらって、なんかこの漫画の中で、まあ、ある研究が紹介されてるんですよね。こんな研究があってって。で、まあ、その研究を、じゃ実際に論文を読んでみましょうっていうのが今回のお話です。ですね、まあ、これ一応ドラゴン桜の公式のノートらしいんですけども、ノートって皆さん知ってますか？この、まあ、まあ、いわゆるブログサービスですけども、に、実際こう、ドラゴン桜のある回の漫画が紹介されててですね、で、ある実験をやるんですけども、まあ、これはある大学でやった実験を紹介してると言ってるので、まあ、その、なんでしょう、紹介されている研究の論文っていうものを皆さん読んでいきましょうということですね。だから、まず漫画をこの記事を読んで、そして論文の途中まで読んでもらうんでしたよね。そうですね、リサーチの前まで。はい、これがその元の論文ですね。はい。の、いろいろあるんですけども、リザルツの前。リザルツどこだろう。ここですね。ここまでか。ここまで。はい。ですね。を読んできて、そして課題が。まあ、さっきの漫画で、なんかこんな研究があってねって言われてるんですけど、まあ、それと実際の論文とで、なんか食い違ってることについて、まあ、最低3つ挙げてください。まあ、私たちが気づいた感じでは、まあ、3つでは済まないぐらいあるんですよね。3つ挙げて、そう、3つどころじゃなくて、もうなんかもう、これもあれもどれもそれも違うんですけど、まあ、全部あげろっていうと、どれが全部だか分かんないぐらいなので、まあ、最低3つ挙げてください。漫画と論文の紹介されているもので、その実験の食い違いをですね、3つ挙げてくださいっていうのが今週の課題。まあ、あとはあれですか、結果の部分は、まだ読んでないから、まあ、今回の結果の部分までで分かるところでっていうことで。そう、方法だけのところでですね。で、あとは、いつもの何か一つ質問をっていうことと、はいね、あとラジオネームを忘れなくっていうことですかね。はい、はい、同じやつでお願いします、毎回。同じやつで、はい。はい。
ということで、今週の課題はそういうことで、またお願いしたいと思います。はい。はい。ちょっと結構長くなって申し訳なかったんですが、はい、じゃあ今日はここまでにしましょうか。はい。はい。では。じゃあ、また来週。また来週。はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様です。ラジオはここまでよ。